アクシャさん、私です。元気にしていますか？今週もヤンヤンってば回りくどいんだから、漂白者に会いたいんなら直接呼び出せば。漂白者、ここ数日どこ行ってたの？ねえねえ、花火でも見に行こうよ。それか月壺打ちなんてどう？もうすぐお祭りだし。はい、もうすぐ月水祭が始まるんです。交流では毎年月水祭というお祭りが行われます。でも今年はいろいろありましたので。そうそう、変帝がいろんな花灯籠を用意してくれたみたいだよ。お祭りが始まったら辺りがキラキラになって、それに今週ならではのイベントもあるんだよ。お祭りの何日か前になったら桃源郷に行って願い事を書いた短冊を高い木の枝に結んだり、そうすると願いが叶うって言われてるんだ。漂白者もやってみなよ。お願いをするだけタダだし。私とヤンヤンと白樹はもう桃源郷にいるんだ。やった、それじゃあ約束ね。ここ最近どこに行ってたの？私たちがいなくて寂しかった。それとそれと、何か面白いことはあった？漂白者の不思議な冒険最新バージョンを聞かせてよ。へえ、うわー、そうだったんだ。今週が、いや交流が震えた上昇山の大事件は、さすがだよ。名式の敗北、祭主と霊威の復位、これからの広州には穏やかで喜びに満ちた未来が待っているでしょう。その通りです。それに漂白者さんは祭主から記憶を失う前のお話を聞くことができたんです。ってことは、やっと思う存分お祭りを楽しめるってことだね。ねえ、いい機会だし目いっぱいお祝いしちゃおうよ。あんたと私、それからヤンヤンと白紙、4人で月水祭を楽しんじゃおう。それと宵月会、今週にしかない園遊会みたいなもので、月水祭当日の夜に開かれるんだ。宵月会で飾られる今週で一番大きくて綺麗な花灯籠を見せてあげる。それいいですね。漂白者さん、一緒に月水祭を過ごしましょう。そうね、今週中の人が来るし、知り合いにもたくさん会えると思うわ。じゃあそれで決まりだね。私が保証するよ。うちらがいれば今年の月水祭はお祭り気分満載、間違いなし。あ、そうだ、大切なことを忘れてたよ。願いの木に願い事をしに行かないと。それが今日の一番大事なことなんだから。そう、前にも言ったでしょ、月水祭の前に願いの木に願い事をすると叶うって。確かにそう言われていますね。特にここ何年かは月水祭前夜に託されたみんなの願いが。そういえば雨続きだった年にヤンヤンが、月水祭の夜は晴れて宵月会が順調に開催されますようにってお願いしたんだよ。そしたら月水祭の夜は本当に晴れて、丸くて大きなお月様が見えたんだ。私も覚えています。試しにやってみただけなのですが、本当に願いが叶ったんです。ただの素敵な偶然かもしれませんが、月水祭ではこういった偶然がたくさん起きているのも事実。
それか誰にも知られずにいいことをする影のヒーローが願いの木の後ろからこっそりみんなの願いを叶えてるのかもよ。音もなくまた世界を救っちゃう漂白者みたいにね。次の今週ヒーローショーにあんたがいなかったら見てやらないんだから。ほら早く早く、私あんたがいるといろいろ喋りたくなっちゃうからさ。願いの木はすぐそこにあるから行ってみて。私たちはもう願い事してきたんだ。私は今年は宵月会の出店がどこもかしこもにぎわって、みんなヤンヤンはみんなが平和に楽しく暮らせて、すべての人が家族と仲良く過ごせますようにだよね。リャクシは願い事とかにあんまり興味ないみたい。気にしないで、これはただの習慣の違い。でもどうしてもというなら、私の願いもヤンヤンと同じよ。ほらほら、あとはあんただけだよ。ってあれ、アブは？願いの木に行くならアブも連れて行かないと。誰だ我を呼んでるのは。ね、願い事？眠いから我は美味しいものをたくさんたくさん食べたい。もう二度と腹が空くのは嫌だから。アブはなんて？願いの木での願い事を終えたら町にも行ってみてください。実は私、月壺うちの出店で清景姉さんの手伝いをしてるんだ。まだ準備はできてないけど、あんたには特別に見せてあげるよ。進みましょう。迅速果敢。失礼。月水祭お願い、月水祭お願い、お願い、おね。これはロボット？お願いお願い。不具合を起こしているみたい。誰がこんなところに。近くの人に話を聞いてみよう。このロボットがどこから来たか知ってる？なんだか少し様子がおかしくて。あれ、これは月の際のロボットだね。もしかしたらどこか壊れているのかも。月の木屋は願いの木の下のウロにある。願い事を書いた紙を中に放れば、どん、つまり願いの木の一部とも言えるかな。このロボット普段は月の木屋の近くで動き回っているみたい。そっち、願いを叶える月の木屋。よし、願いの木へ行ってみよう。収集エラー、解析失敗、パク迷子、お願い。もう大丈夫だよ。どうやら故障してしまったみたいだね。大丈夫、少し待ってて。セルフチェック開始。コマンド指示者、総理よ、承認完了。第231回セルフクリーニングお願い。ビビ、センチ、トーク、仕事に勝利完了。なるほど、集めた願いが多すぎてデータが混同してしまったんだね。
それでエラーを起こしてしまったのかな。お願い、原因解析、21の実現可能案を提供、訂正12種類て願いの実現可能案。もしかしてシカが言ってた月の木屋の影のヒーローと何か関係が。まさか。エラーデータを隔離、データの修復を実行。セルフチェック、エラーはありません。とりあえずこれで大丈夫かな。だけど今回のエラーデータは一体どこから。ごめんね、長い間待たせてしまって。うん、ただの応急処置だけどね。後でもっと詳しく調べないと。ハクを連れ戻してくれてありがとう、漂白者。ああ、ごめん。自己紹介がまだだったね。はじめまして。僕はソーリオ。なかなか機会に恵まれなかったけど、ようやく君に会うことができた。僕はただヒントをあげただけだよ。でも役に立ったみたいでよかった。あの時僕は天候部の手伝いで偵察塔の修理に行ってて、次に君の噂を聞いたのは北楽野原の戦いの時だった。あの時君がみんなを勝利に導いたからこそこうして無事。そう考えると月の木屋が今年もオープンできたのは漂白者のおかげだね。だからお礼を言うのは僕の方だよ。月の木屋の主は僕じゃないよ。僕はただ月の木屋の使命を引き継いでみんなの願いを集め叶え。だけどこのことは秘密にしておいてくれると嬉しいな。ありがとう、漂白者。みんなの願いが叶って心からお祭りを楽しみ幸せを感じてくれるだけで僕は十分。お願い実現、嬉しい。大事なお客様、どんな味。ごめんね、別に変な意味はないんだ。ハクは人が願いをかけた時の感情を読み解いて願いの構造を分析し記録することができる。ハクにとって願いにはそれぞれ異なる味があるんだ。それこそがハクがこの世界を知る方法とも言えるかな。僕の予想が正しければ君がここに来たのはハクを送り届けてくれるためだけじゃないよね。漂白者も願い事をしに来たんだろ。そういうことなら漂白者、祈願所へ来てくれないかな。ようこそと言いたいところだけど、悪の不具合を直すまでは月の木屋の願い事の受付はお休みをせざるを得ない。だから悪いんだけど、もし願い事をするつもりならひとまず僕が悪に代わって君の願いを叶えてあげるよ。そうなの？それじゃあ月水祭の間頑張って君の願いを叶えないとね。それに月の木屋のこともどうにかしないといけないし。簡単に説明すると、ハクの不具合は単なるデータエラーじゃないんだ。最初は願いの供給方による解析モジュールのオーバーロードが原因だと思っていた。だけどさっき調べたらハクのデータに見たこともないエラーコードを見つけたんだ。それだけじゃない。一瞬だったけど
デバイスを核に接続した時におかしな周波数を検知した。でも理論上ロボットがそんな波動をまだ結論付けるには早いけど、放っておくことはできない。このままだと月の際に保管されている願いのデータは全てエラーコードに飲み込まれてしまうかもしれない。悪にも解読できない願いを隔離したんだ。エラーデータの発生源は、だからこの願い事の主に会いに行こうと思っている。だけどその前にエラーコードに汚染されてしまった願いを解読しないといけないかな。願いの損失を最小限に抑えるなら月水祭の1週間前までに終わらせるのがベストだ。確かに大変ではあるけど、みんなが託してくれた願いだからね。確かにヤンヤンたちも楽しみにしていたわ。そう言ってくれて嬉しいよ。でも迷惑じゃないかな。ありがとう、脅迫者。それじゃあ、ハク、頼もしい仲間ができてよかったね。脅迫者、総理よ、ハク、お願い叶える。うん。月の際は酔いづき会の一部を担っているからね。それに出店の種類なんかは、みんなの願いに合わせて変えたりしているんだ。酔いづき会当日には、楽しいイベントもたくさん開催される。興味があるのならぜひ行ってみて。研究員、分析開始。祈願者の願いはこの世界から消えること。推測、祈願者はこの世界からの存在の抹消。実行可能性ゼロ。人間へ攻撃や人間の記憶のコントロールは全て禁止されています。総理というんだ。ハクの仲間だよ。ハクは願いを集めて解析するのが役目で、総理は僕が願いを叶える時の手伝いをしてくれている。うん、この子はプロトタイプなんだ。だからコードがそのまま名前としていたんだけど、研究員の同僚たちが面倒に思ったのか、総理と呼ぶようになってね。それが定着しちゃったんだ。だけど本人がその名前を気に入っているみたいだから、これでよかったのかも。分析の結果、この願いから極度に低い自己肯定感および自戒傾向を検知。ハク、わからない。この願いダメ、できない。やっぱりそうか。消えたいという願いと、人間を傷つけてはいけないというハクのベースロジックが相反する形になってしまったんだね。文字はデータとはまるで違う。データは画一的でも、文字には目に見える以上に深い意味が含まれている。時に人が心にも思っていないことを口にしてしまうようにね。みんな自分の願いが選ばれ実現するのを待っている。
これは僕の個人的な考えなんだけど、行政も本当に諦めようとしているわけじゃないと思うんだ。だから行政は、うん、僕もそう思うよ。漂白者、僕は行政の心の奥深くに眠っている。本当の願いを実現すると願いの主は嬉しい？うん、そうだといいね。とりあえずこの願いの主を探そう。ただ研究員に行政という名前の人はいない。でも少なくとも研究員だということは分かっているから。それにこの紙、これは研究員でよく使われている演算ノートの紙だ。このコードを解読してみるよ。そしたら一緒に。ノット、ごめんね。総理、数的大変です。一大事です。試作品49号のコアが制御不能となりました。緊急処理モジュールも機能停止、オーバーヒート状態が続いています。ひとまずラボを封鎖するんだ。僕もすぐに行く。実験記録は？そちらのデバイスに送信済みです。わかった、焦る必要はない、まだ時間はある。ラボで少し問題が起きてしまったみたいなんだ。すぐに行って対処しないと。漂白者、行政の調査は君に任せてもいいかな？ありがとう。僕もなるべく早くそっちに合流するよ。とりあえず総理を連れて行って。きっと調査の役に立ってくれるはず。このコードに書かれていることは概ね予測がついてる。確認。それじゃ頼んだよ。進みましょう。アドバイス。この先にいる女性に行政について尋ねましょう。行政の願いを分析した結果、内向的な性格であることが推測されます。その特徴は公の場での緊張や交流の増えて、単独行動を好むなどが予想されます。こちらの女性の行動と類似していると言えるでしょう。断定はできません。ご主人様より人を外見で判断しないよう言われていますので、推測、両者の関連性は 25.4%。 総理は助言を行います。漂白者さんはそれを実行するか判断してください。上昇、気圧の低下を確認。データより推測、
数時間以内の今週の降水確率は 60% に達します。天気良くないんですね。私そういうの詳しくないのでごめんなさいごめんなさい、悪意があるだなんて思ってません。ただ知らない人と喋るのが苦手で。私はオリエです。はじめまして。私ですか？これは巻物です。もしかしてここって取材しちゃダメな場所でしたか？ごめんなさい、すぐ離れます。このエリアでの写生や写真撮影は禁止されていません。堀江さん、落ち着いてください。画家だなんて、私はただちょっと絵が得意なだけで。もしかして何かお困りですか？行政というペンネームの内気な研究員ですか？聞いたことありませんね。お役に立てなくてごめんなさい。私知り合いとか全然いなくて。でも行政という人については気にかけてみますね。いえいえいえ、いいんです。それでは失礼させていただきます。その推測に同意します。行政と耳にした際、あの女性の言動に何の異常もありません。研究員に直接話を聞いた方がいいのかな。条件に合う対象を発見しました。対象の身分参照、過疎研究員。毎晩毎晩考え事ばっかりで、一週間ずっと眠れてない。掲示板見た？今日懇外掲示板に突然見覚えがある単語が出てたよ。単語検索、深夜不安症候群、流行語。現代の若者が仕事からもたらされる過度なプレッシャーにより生活への情熱を失ってしまう状態を指す言葉です。その症状に人との交流を避ける、仕事に対する拒絶反応、不眠、抑うつ状態などが挙げられます。またこの単語の出現タイミングおよび行政の願いが投函されたタイミングを踏まえた感情の一致率は80。昨日他の科の研究員がこの深夜不安症候群を理由に主任に欠勤届を出したらしいわ。ほんと羨ましいよ。休みたい時に休みを申請できるんだから。そんなことがあったのか。普段あまり掲示板は見ないけど、その単語は。そう思い詰めずしっかり休め。あとは俺に任せて。無駄な体力は使わない方がいい。よく笑っていれば自然。さすがあなただわ。まあいいや、この話は終わり。私少し仮眠を取ってくる。あとは頼む。あんた、さっきからずっと俺たちの話を聞いてたよな。ちょっと待った。あんたもしかして自分の体で残像を吸収したっていう。まさかこんなところで会えるなんて。何でも聞いてくれ。残像についてか、それともあの声の。あ、いや、何でもない。行政、一般的な名前だな。でもうちにそんな人はいなかったと思う。もしかしたら探すのを手伝えるかもしれないからさ。深夜不安症候群と行政を同列のキーワードとして検索。これらの内容は
行政という名のアカウントより掲示板に残された発言であり、そのうちの一つに今日もみたいな。おいおい、他人の行動をそうやすやすと分析するのは良くないと思うぞ。マシプロトコルを検索中。条約違反を確認。申し訳ありません。次回プログラム起動まで残り。申し訳ございません。場を和ますことができるなんて素晴らしい機能だよ。気にするな。でもなぜ行政を探しているんだ？その質問はプライバシーに関わるため、関係者以外にお答えすることはできません。なるほど。ところでこのロボット、どこかで見たことがあるような。もしかして月の木屋の？あ、そうか、月の木屋は願いを叶えてくれるって聞くし、俺も試してみたいと思ってたんだが。おっと、あ、悪い、遠心分離機の作業がそろそろ終わる時間だ。戻ってサンプルの確認をしないと。行政の正体に関する情報を得ることはできませんでしたが、新たなキーワードを入手しましたね。確かに、これなら掲示板に何か書かれていないか確認できる。それから他の人にも話を聞きに行ってみよう。一つお伝えしなければならないことがあります。先ほど10番さんと会話をしていた時、こちらに高い関心を示していた方がいました。今、やっぱり見つかっちゃったか。我々の会話を盗み聞きしていた理由をお聞かせください。ごめん、これには深い事情があって。それに君たちの人探しも助けてあげられると思う。君たちは行政がペンネームで投函した願いを叶えようとしているけれど、行政の正体が分からずに困っている。この結論に至るのは難しいことではない。君が連れているのは月の木屋のロボットだね。僕はキュウリ。行政が誰なのかを知っているよ。それに君たちもすでに行政に会っているよ。いいや、10番さ、10番もきっと君たちの正体に気づいて言い訳を並べながら慌ててその場を離れたんだと思う。はあ、初めて行政が10番だと知った時は僕も驚いたよ。彼とは幼馴染なんだ。一緒に成長して10番は子供の頃から輝いていたよ。とても礼儀正しくて人と話すのも上手だったな。だけどいつからか掲示板にネガティブな投稿をするようになった。行政の正体が分かるまでそう時間はかからなかったよ。理由を直接尋ねたこともあるんだけど、彼は答えることなく結局僕を避けるようになった。ああ、昔音外の実験で怪我をして後遺症が残ってしまったんだ。だからもう精密機器は扱えない。最初はプロジェクトを一緒に続けられなくなったから避けられているのかと思ったんだ。でも10番はそんな人じゃない。そこで一つ頼みを聞いてくれないかな。彼の願いを教えてほしいんだ。できることならその願いは僕が叶えてあげたい。それに10番がこうなってしまった理由も知りたいと思ってる。キュウリさんより提供された情報は 99% 真実であると推測。願いを叶えるため該当情報の共有をお勧めします。そんなことが。まさか10番は僕の怪我を自分のせいだと思っているのか。そんな願いを書いても彼は今までと何ら変わらない態度で毎日を過ごしているのか。僕はその方が心配だよ。教えてくれてありがとう。残念だけど今の僕では10番とまともに話をすることもできないと思う。10番は
子供の頃から音階に対してすごく興味を抱いていて、僕たちの研究プロジェクトから外れるまでずっと音階に関する研究をしていた。でもあんなに音階について情熱を持っていたのに、今はもうその研究を続けていない。だから彼が本当に好きなものを話題に出せば、いろいろと教えてくれるかもしれない。もし10番の本当の願いが分かったら、必ず僕にも教えてね。漂白者、そっちはどう？これまでのログを送信しています。よかった、全て順調みたいだね。早速本題に入らせてもらうね。音階についてのものだったよ。彼が昔必要としていた3つの音階実験サンプルデータだ。記録によると、10番さんの当時のパートナーであるキュウリさんは、これらの音階を探していた時にこのデータが役に立つといいんだけど、僕も用事が終わったらすぐに合流するね。それじゃひとまず音階を探してみよう。データの取得完了。任務達成。漂白者さん、さすがだね。漂白者、シグナルの伝達正常。うん、問題ない。これは総理の機能の一つなんだ。遠隔で総理を操作して、視覚と聴覚、それから行動モジュールを同期しているから、それに研究員の同僚がいたら心の扉も開きにくいだろうし。いや、そういうわけじゃない。それじゃ行こう。神速かかん。漂白者、どうしてまたここに？行政は見つからなかったのか？俺に？これは音階テストのデータ。こんなものをどうして？いや、どう？総理と漂白者は今音階の研究をしているのですが、少し行き詰まってしまいまして、そこで音階の専門家である10番さんに助言。とっくにその研究はやめているんだけど、まあいい。あんたたちが持ってきたデータを見る限り、モーション値が高い傾向にある。音階の地理的適応機能性について、ここの数字に基準値を照合するとフィッティングは1に近づく。モデルの仮説の方向性は間違っていないと思うが。へえ、見れば見るほどこのデータもっと早く手に入っていたら。あ、このデータ売ってくれないか？いくらでも出すからさ。あ、いや、俺しかいないんならこんなデータがあっても。今なんて？友人に対しても音階の研究に対しても。いや、何を言っているのか。あの実験は悲惨な事故を引き起こした。だから俺はプロジェクトの中断を決意したんだ。それを今さら。月の木屋に投函された君の願いは見せてもらったよ。でも君のことを理解してくれる仲間と
恩返の研究を続けたい。まさか本当に俺の願いが誰かに届くとは思ってなかったよ。ああそうだ、俺が行政だよ。夜中に愚痴をこぼすことしかできない負け犬、研究員に入るために俺はずっと努力してきた。でも一番の親友は本当の天才で、死に物狂いで頑張っても二人で恩返の研究を極めようって約束したんだ。俺たちなら悲鳴の本質に触れることができるかもしれないと思ったから。サンプルが足りなかったから俺があの実験を無理に始めたんだ。なのに俺は頑なに実験を続け、あいつの治療の機会すら奪ってしまった。結局実験の最終段階でプロジェクトに残っていたのは俺だけ。実験は完全なる失敗に終わった。誰もいなくなったラボで俺は理解したよ。俺の全て、友人の未来までかけたこの実験は友人に怪我をさせてしまった。キャリアまで諦めさせてしまった。でも夜が更ける頃、いつも後悔に襲われる。恩返の研究を諦めることはできない。執念。お前いい加減にしろ。いつまでそんなこと言ってるつもりだ。キュウリ、どうして。僕がお前を恨んだことなんて一度もない。最初から僕もお前と同じ気持ちだったから。僕らの追い求めていた真理のためならどんなことだってやる。僕が許せないのはお前がそれを途中で諦めたことだ。でもいいから黙って聞け。ああ僕を避けていたのがこんな理由だなんて思いもしなかったよ。まあお前は昔からそういうやつだったよな。研究以外のことで問題に直面したらすぐに逃げ出すんだ。ごめん。研究という長い旅路において支え合える仲間がいる。どうやら僕たちが手を貸さなくても彼の願いは叶いそうだね。ということは行政の願いはエラーデータの発生源ではない。漂白者がいてくれて心強いよ。それじゃひとまず戻ろうか。漂白者、この間酔い月会の出店の種類はみんなの願いと好みによって変わるって言ったのを覚えているかな。今日までに届いた願いを総合的に見ていくつか良さそうなテーマを思いついたんだ。だからそっちの準備もそろそろ始めるよ。